HP-34C カルキュレーター HP-34C はコンティニュアスメモリーを搭載した高度なプログラマブル関数電卓であった。1979年から1983年まで製造された。当初の販売価格は 150US ドルであったが、1983年には 100US ドルになった。HP-34C にとって重要なことは、 積分と旧ュの機能であった。積分と旧ュはプログラムとして数式をユーザーに入力してもらうことによって動作する。複数の根は最初に一つの根を見つけてによって方程式を分割する技術を使って旧にされる。このようにして最初に見つけた根から離れて方程式の解放を実行する。複数の根のためのこの技術は原次として言及されている。 ユーザーはその精度を改善するためにストレージレジスタから根の値を通常はプログラムによって呼び出す。レジスタをプログラムメモリへ変換する方法によって最大210プログラムステップをこの電卓で利用できる。プログラミングは電卓のプログラマーに実用的な機能を提供する間接ジャンプ命令のようなものを特徴としている。HP-34C は アプリケーションマニュアルが同梱されている。そのマニュアルには2つのゲームが含まれている。このことによって、この電卓は今までに発明された最初のポケット型ゲームコンピューターの一つであろうとされている。ゲームの勝者はカルキュレータースペリングを使って発表された。その際、表示をひっくり返してブリスあるいはイルーズが表示された。ブラックジャックのゲームは いくつかのレジスタをプログラムの行に変換することによって容易にプログラム可能であった。この電卓は1982年に HP-15C によって取って代わられた。HP-41C は HP-34C の代替機だったと言われているが、それらは実際に価格が異なり、機能と性能も異なっていた。この価格差は 経済的に制約のある人々が手頃な価格でハイエンドの HP プログラマブル関数電卓を購入することを可能にした。そういうことで、それらはかなりの年月の間並べて売られていた。HP-34C を含んだ初期の HP-30 シリーズは独特の構造であった。通常のプリント基板を使用せず、 その代わりとして厚い金属板の裏に発泡ゴムを貼り付けたものをフレキシブル基板で表裏を打ってメイン基板とした。チップはハンダ付けされておらず、チップはケースによって金属板の裏のフレキシブル基板に押さえ付けられるという構造であった。つまり、発泡ゴムの弾力とケースの圧力でチップは固定されていた。これによって組み立てが容易になり、金属板のおかげで キーボードの合成も向上した。しかし、この構造は信頼性に問題があった。そのため、HP-30 シリーズの再設計が行われ、通常のプリント基板を使用するようになった。チップはプリント基板にハンダ付けされるようになり、金属板がなくなったので、重量も軽くなった。ありがとうございます。